はい、どうも、キリオです。こんにちは。今日はですね、多分タイトルにもあるんですけど、今日はこの目隠しをしてスナッチをやっていきたいと思います。で、ルールをまず決めたいです。で、まずはもちろんスナッチする人は、まあ、目隠しします。これマジで何も見えないですから。で、これスナッチする人は、目隠しして、で、ポイント制にします。はい。で、バーベル、まず、まあ、正解したらポイント入るシステムです。で、あの重さ当てられなかったら、まあ、0ポイントですね。当たり前なんですけど、ハンドスナッチ、だって1回持ち上げて重さ確認できるじゃないですか。ハンドスナッチでやった場合は1ポイント。でも、床から1やったら2ポイントです。なるほど、なるほど。そう、だからハンドでやって当たる可能性高いけど、床から一気にやった方が2ポイントになりますよってことです。で、まあ、例えば僕がやってないですか、準備するじゃないですか、その時は目隠しで、あと右の山右の深くでいく、ウェイトチェーンするだけ、何となく分かっちゃう、あのプレートをチェーンするだけ。重さ決めるのはその通し以外の2人。そうそう、以外の2人。 あと上限を決めます。だから例えば、まあ、僕は90キロ以上はなし、あの首に落とす可能性あるんで90キロ以上はなしにします。僕も90キロ結構やばい。ジェイクはてかワンデパス何なの。70です。70、まあ、70以上はなしで、ワンチャンプしてるやばいな。大丈夫、大丈夫です。ジェイク限界まで行くのかな。意外ともうマックス制限なしにすれば自己ベスト出るんじゃない。80キロまでもしかしたら一決できるかもしれない。確かにね。制限時間はあるんですか。何分間なしです。え、じゃあどうなったら終わりですか。まあ、それは何か怪我するかもあるジェイク怪我するか、ジェイクが自己ベスト更新するか。なるほど。まあ、一回やってみましょう。一回やってみましょう。まあ、5回ぐらいは打ちたいんじゃない。一応5回で、一応まあ空気読んで最初ちょっと軽めからアップしていきましょう。そうです。ではちょっとやっていきたいと思います。練習、はい、すでにおもろい。あ、やばい。何してるんですか。何してるんですか。ちょっとおもろい。そんなにあー、おもろい。おえい。てかピアノみたいになってる。この2個目
そんな。感じましたか？70キロ。おお。
ダメですよ。今のわざと。今のわざと。ダイレクトでやってみます。もうパッと
うわぁ Yeah.
しかも5キロ系なんて結構でかくない？でかい。普通に。でも70キロ結構前だったんで。あ、そう。そうそうそう。結構前。じゃあまあまあ、じゃあカットしていきますか。はい。さあ、これまあ、シリーズ化したいですね。シリーズ化。じゃあお疲れした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ジェイ君、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、普通に。すごい。75。まあ、PR 出すとすごいな。なんかもうちょい普段から頑張ってほしいですけどね。そうですね。あんまりプッシュできない。見られてると頑張れますよね、ジェイ君。そうそうそう。めっちゃ、めっちゃ見てたらずっと動いてますもん。見られたら力出るんですじゃあパフォーマーの性質もどうぞ。アテンションシーカーですね。アテンションシーカーめっちゃうざいやつやアテンションシーカーなんかジェイケン言うとマジでうざいっすねアテンションシーカーですねシーカーでシーカー言い方がもう腹立ちますからシーカー若干フレームアウトしてたと思うフレームアウトフレームアウトフレームアウト最後あーそっかまあまあ取れてると思いますけどヒカルさん、ちゃんと撮ってますか？撮りました。でも私がおーって言ったから、その時ゴーってなってかもしれない。あいやでもいいな、嬉しいな、75。この動画はちょっと僕にも送ってください。